というわけで時刻は20時なりかけでございます。本日の前説を担当させていただきます、あちゃこと敦地彩香です。よろしくお願いいたします。はい、 ありがとうございます。はい、というわけで本日の放送の見どころはですね、約1年前も開催された日本ならではのゲームを行います。いつも見てくださってる方も、初めて見てくださってる方も、ぜひ最後までご覧ください。それでは本編でお会いいたしましょう。バイバーイ。はい、元気？私元気。みんな元気？元気、うん、みんな元気？元気だよ。元気、行こう行こうね、うん。キンコンカンコン、キンコンカンコン、ちょっとだけかかったのエコーが、そんな気がした。キリッツ気をつけ。えい皆さんどうもこんばんは。こんばんは。はい、いらっしゃい。ありがとう、来てくれてありがとう、シェシェ。はい、こんばんは。はい、どうもモイッシュ、どうもモイッシュ。ハロー、ハロー。はい。ありがとう。こんばんは。こんばんは、こんばんは。元気、元気。チェーン、チェーン。じゃーん。ありがとう。じゃあ、チェックしましょう。はい。はい、よいしょ。失礼します。はーい。ほい。ということでね、本日もやっていきましょう。エルフィンのビジネスホームルームでございます。はい、はい、あのですね、本日もね務めますはエルフィンのみゆみゆこと辻みゆと、はい、エルフィンのフラワーこと花ふさりえとボウやるんだ、はい、エルフィン候補生のあちゃこと敦地彩香と吹いたぞ、吹いたぞ。エルフィン候補生の小倉舞子と小倉舞子です。あ、すごい、やった、やった。あ、ボウ。そっちのボウはどうやった？でもこうだったよね。あれ、ボウだよね。私間違えちゃった。いや、私もちょっと自分でやっててすごい謎なので、あまり追求するのはやめましょう。はい、ということでございます。ではですね、あのアバター、私たちエルフィンのにしてくださってる方、ありがとうございます。ありがとうございます。エルフィンのアバターはですね、番組配信中にギフトやコメントをくださった方にプレゼントしてます。自動的にアバターの、なんですかね、フォルダ、アバターフォルダに追加されるので、皆さんどうぞね、どしどしコメントだったり、ギフトくださったらとっても嬉しいです。お願いします。よろしくお願いします。そしてショールームでは、ショールームではですね、アバターショーなるものがございます。こちら有料コンテンツにはなってるんですけれども、人気キャラクターがねたくさんあるので、ぜひぜひ覗いてみてください。お願いします。お願いします。はい、ではでは今日のショールームの説明はですね、いつも前説してる方に担当してもらってるんですけれども、今日は初回のアチャがやってくれるんですね。はい、いやもう緊張しました。引き続きね、なんかショールームの説明もやらせていただけるということで、はい、そうなんですよ。で、今回のこのショールームの説明なんぞやと言いますと、はい、まあ見てくださってる皆さんにコメントでお題いただきます。有機物無機物何でもござれですね。私たちはね、一回ウミガメとかもやってますけれども ね、 ね、まあ、いろんなのがあるんですけれども、それに合わせてキャラクターを作り、でそのキャラクターに合わせてまあショールームの説明をするというものになっております。はい、まあでもあのアチャが初回なので、まあ皆さんもお手柔らかにね、はい、お願いいたします。はい、お手柔らかにお願いします。ということで皆さんコメントどんどんお題ください。お願いします。早速来てますね。お、早い。早速どういうくだしゃいしゃんとか来てますけど早速他にはお茶、桜、声優力、声優力どうもございます。ワクワク上手だね。はいはいはい、他にはなるほどなるほど、お茶、お茶か、背骨とか、あーなるほどね。桜の花びら、トラガーさんそれあかんやつ、トラガーさんそれね突っ込んじゃダメなやつよ。うん、うん、他にはどれどれ、辻、はあはあ、さんのモノマネ、まだそういうのねえ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 、お姉さん、ねえお姉さん、ね、そのさ3つさ連続で私するのやめてもらっていい本当壁ドンするイケメン過去17歳とかね、ありました。うわ、アパートの管理人辻さん。だからどういうことやねん。あ、
お初の方もいらっしゃいますね。はじめまして、どうぞよろしくお願いします。ありがとう。テンション高く配信してます。どうぞ最後まで頑張ってみてください。お願いします。エモいお好み焼き。え、何エモいお好み焼きってどういうこと。何すごいね、難しい。